敵機来襲だ。大型機11時の方向。あんなのに顔を薄めてみて。1943年3月頃の日本では、敵の言葉使うの良くないよねー。という敵性語を追放する一環で、野球の用語、ストライク、ボールなど、が全面的に日本語化しました。そんな時期に開発が開始されたのが、機108。高高度戦闘機として、川崎航空機で試作されます。この頃はまだ、高高度飛行が可能な B-29 爆撃機は、日本本土を空襲していませんが、すでに日本軍は、本土防空を重視していました。日本本土防空が、初めて具体的に成文化された、というかそういう協定ができたのが、第二次世界大戦前、1921年9月の、陸海軍航空任務分担協定、でした。1942年夏頃には、日本陸軍の防空組織はさらに強化。従来は、旧式化した、旧7式戦闘機を主力としていましたが、4月から2式複座戦闘機、という、の配備が促進されます。そんなこんなで今回の機108のような、本土防空を意識した飛行機が作られていきます。短期間で開発するため、機102、5式複座戦闘機を母体とし、これを単座、一人乗りにして操縦室を眉型の与圧室へと改良します。出入り扉は、地上勤務者が外側からハッチをボルトで固定。内部からは開けられないので、緊急時には、ボタンを押すと出入り扉が吹き飛ぶ、らしい。そんな機108は登場時、エンジンやプロペラの音はほとんど聞こえず静かだった、ともする説がある。試験に当たった陸軍のエース、黒江康彦、少佐の回想では、上部ハッチから座席に身を沈めると、なんとなく棺桶に入ったような錯覚すら感じさせた。エンジンを回すとコンプレッサーの圧縮音が聞こえ、圧縮空気が少し焼ける油の匂いを混ぜて、キャビンに押し込まれた、と述べています。こうして1944年7月頃に、2機の試作機が完成します。同年9月には、さらに高高度性能を向上させ、実用機に近づけるために、機108、海、が開発されることになりました。しかしこの機108の2号機は、1945年に空襲によって消失。1号機だけが、終戦時に飛行不能な状態で残っています。この機体はアメリカ軍に接収され調査を受けた後、焼却処分されています。